どうも、エンチメッチャメッセです。はい、ということでね、今日もやっていくんですけどね。はい、今日もね、戦力分析ということで、今日最後ということでね、金足農業ですね、秋田県ね。非常にね、チーム力、打撃とかもね、なかなかね、もう甲子園出てくるチームですから、いいと思うんですけど、まあ、SABCD、ね、辛口評論、ランクね、どこやねんっていうと、まあ、C ランクですよね。最後の、まあ、一回勝てたらいいかなぐらいの、チームやと思います。で、まあ、戦力分析で言うとね、まず、まあ、投手力ね、この吉田選手、吉田康生選手の弟の吉田大地選手ね、フォークボールあって、ローボールね、スライダーも集まって、非常に、ね、いいと思います。で、まあ、秋田県の、まあ、正直な話、打者がやっぱりこう結構打てなかったじゃないですか。まあ、このね、明豊打線に対してもね、結構抑えてましたし、ほんま投手力で、ね、言ったら、このピッチャーめちゃくちゃいいんですよ。でもね、甲子園で抑えれるレベルのピッチャーかって言われると僕はね、そうじゃないと思うんですよ。だからね、まあ、これ、くじ運とか、うんぬんはあるんですけど、それこそ C ランク、D ランクのチームに対しては、めちゃくちゃいいピッチャーやと思うんですよ。それこそ、白滝学園とか、やっぱそういうチームとかね、やっぱ島根県とかの代表のチームとかに当たると、やっぱりこのピッチャーは、打たれないと思うんですよね。でも、やっぱちょっとね、上のランクのね、チームになってくると、この金足農業が勝てる見込みっていうのがほんまにないんですよね。やっぱりそれこそどこでしょう、まあ、中京大中京とか、東院智弁和歌山とかにこのフォークボールとまっすぐ、ね、ローボールのスライダーだけで通用するかって言われると厳しいんですよ。ほんでね、2枚目3枚目のピッチャーがやっぱりこのどうしても、ね、吉田くん一強っていうよりかやっぱこの吉田くん主体すぎるチームなんで良くも悪くもね、なんかその吉田くんが打たれてしまった時にやっぱりこうカバーできるような、投手陣、まあ、他に、ね、その決勝までね、この吉田くんを温存でみたいな感じでねピッチャー掘ってたんですけど、もう甲子園レベルはもうそんなにね、甘くないんでやっぱ手抜ける試合っていうのが一試合もないと思うんで、ってなってくるとなかなかねこの吉田くんの、投手力じゃやっぱり上のレベルではね、通用しないって思うんで、それこそフォークとかを次はめちゃくちゃ偵察されてる中なんで、やっぱりそのフォークボールにねもう手とか出してこないと思うんですよ、ね、やっぱ吉田君っていうピッチャーがなんかね、ほんまにここ一番の、それこそ決勝戦とかやっぱそういう試合でやっとったようなピッチングをやっぱデータとしてね間違いなく見ますから、で吉田選手のやっぱりね持ち味ってやっぱ僕はフォークボールだと思うんですよ。ほんならでもそのフォークボールを見逃された時に何でカウント取るねんってなったらやっぱまっすぐしかね、残らないんですよ。でやっぱフォークボールをね見逃すってね手出さないって、ね、決めてるチームっていうのはね、そのフォークボールに手出してくれるねチームやったらいいんですけど、やっぱりフォークボールでねカウント取れてるっていうイメージがやっぱねこの吉田選手はないんで、ってなってきたらやっぱそのフォークボールを見逃すね、強いチームになってくると、じゃあカウント取れる球は何やねん、まっすぐで、まっすぐがね、吉田康生選手とかやったらまっすぐのスピンがえぐくて、他の変化とかもいいんですけど、やっぱねまっすぐのスピンがえぐくてやっぱね高校球児じゃやっぱりこう打てなかったって話をね、聞くんで、やっぱ分かっててもね打てないストレートかって言われると、でこの吉田ね、弟の方はまだねそんなにまっすぐじゃないんで、だから僕の知り合いとかもね、近江の選手とか、ね、あの時、負けた時の近江の選手とか、吉田康生選手とね、当たった、チームのね、平行とかね、話聞きますけどね、やっぱりそのね、球のね、伸びがね、違うかったって言ってたんで、だからそれぐらいね、球の回転が良かったんですよね、吉田康生選手は。でもね、この吉田大輝選手はまっすぐってよりかね、どちらかというと変化、このフォークボールの方が僕はね、いいと思うんで、だからまあスライダーとかもめちゃくちゃいいんですけど、やっぱりそのフォークボールを見逃されるってくると、やっぱり結局ね、あのフォークボーラーとかやっぱその落ちる球をね武器にしてる選手っていうのは、それこそフォークボールですよね、を武器にしてるっていう選手はやっぱね高校野球やと見逃すって決めとったら
ね、やっぱフォークボールでカウントをね、取れる選手って、まあ、プロのレベルでもね、あんまりいないって聞くんで、だからそれこそね、倉波君でした。倉波君いるじゃないですか、中学院の。フォークボールがめちゃくちゃ良くて、ほんでね、そのフォークボールを、春前やったらね、フォークボールあるんやぐらいでね、みんな打とうとしとったんですけど、もう諦めて、そのフォークボールを捨てたんですよね、この千葉県の。高校球児とかね。ほんならやっぱその上層学院で当たった時もね、そうなんですけど、フォークボールをね、振らなくなったらね、もうカウント取るね、まっすぐしかないんですよ。ほんならまっすぐ一本やと、やっぱそのフォークボールのね、フォークボールでやっぱ目がね、そのフォークボールを意識することによってまっすぐがね、効いとったのが、フォークボールをね、全無視に、ね、してしまうと、もうまっすぐ一本にね、絞られて、ほんならそのまっすぐ一本だけやったら、甲子園レベルのチームはね、確実に打ってくるので、だからやっぱそういうね、駆け引きとかを、やっぱ甲子園はめちゃくちゃね、していきますし、で、なおかつ、その、いいチームであればあるほど、そのフォークボールをね、まあ、振らないんで、だからそうなってきたら厳しいのかなと。で、バッター陣はヒットこそね、めちゃくちゃ打つかって言われたらそうじゃないんですけど、バントとか、そういうね、細かいね、金足能力って、ほんまにスクイズとか、手堅いね、野球をね、めちゃくちゃね、得意としてるね、チームやと僕は思うんで、だからやっぱりそういうね、強いチームと当たった時に、やっぱ投手力さえ、投手が何枚かね、いたら勝てるとは思うんですけど、ね、やっぱりそれこそ火力のあるチームとかにね、もう3、4点取られたら、この金足能力って、3、4点取れるチームじゃないんで、ね、金足能力がほんまに勝つとしたら、もうロースコアに持ち込んで、スクイズで1、2点取るしか、ないのかなと、思いました。まあ、秋田県がね、正直な話で、ね、レベルがかなりね、低いんで、ね、だからこの金足農業、秋田県やったら結構ね、その、吉田選手のピッチャー、ピッチングをね、やっぱり、バッター陣がね、全く打てないっていうね、構図がね、できてると思うんですけど、ね、それこそ全国の、ほんまに強いチームからすると、やっぱり、まあ、いいピッチャーですけど、そんな恐れるピッチャーかって言われたらそうじゃないと思うんで、大阪桐蔭にいたらほんまに3、4番手ぐらいのね、ピッチャーだと思うんで、だからそういうことは、じゃあ大阪桐蔭からすると、やっぱこういうピッチャーっていうのは、ちょうどもう大好物なんで、だからやっぱその桐蔭とかにはね、ほんまに抑えれるプランがね、全く見えないのかなと。まあ、それこそ報徳とかもそうですよね。だからこうね、上まで行けるっていうイメージは全くないんですけど、一回戦突破はね、そのくじ運次第ではいけるんじゃないのかなって、個人的に思いましたね。僕も金足農業、ジーフレアもね、好きなんでね、めちゃくちゃ応援したいんですけど、やっぱりね、シビア目で見ると、なかなかね、この吉田選手の、ピッチングが本当の意味で、通用するのかっていうと、やっぱ甲子園レベルね、B ランク以上の、B ランクから上のチームにはね、全くね、このピッチングはね、通用しないのかなと、思いました。まあ、だから、なんでしょう。ね、逆にその島根県のチームとか、宮崎県のチームとかね、そういうちょっとレベルの落ちたところでやと、このピッチャーっていうのはめちゃくちゃね、いいと思うんで、だからほんまに頑張ってほしいなと、思ったのと、ほんまにこう、なんでしょう。金足農業ってね、やっぱり結構この神がかったね、今年は甲子園ね、出場やと思うんで、なんかね、持ってる感じがするんで、なんか、くじ運良さそうな 気がね、なんかちょっとしてきたなと、思います。で、やっぱりこう、秋田県の野球って、結局淡白なんですけど、逆にこの金足農業だけがね、その手堅い、まあ、やらしい野球をするっていうね、イメージがね、めちゃくちゃあるんですけど、甲子園に行くとね、もうやらしい野球するやつばっかなんで、だからその自分らがやるようなね、野球をね、次はね、やられる立場になってくると思うんで、そこをね、どう回避していくのかが僕はね、非常に、楽しみやなと思いました。はい、ということでね、皆さんが思う、まあ、ここのね、野球の、まあ、これはこうやろとか、いや、ここ怖いでとか、金足農業の戦略はこんなんやでとかね、あれば、ぜひ、コメントよろしくお願いしますということで、皆さんの予想、ね、金足農業の評価、ぜひコメントよろしくお願いしますということで、またお次の動画で会いましょう。それじゃあ。
お疲れ。